6ヶ月で結婚を決めたいならプレシアへお任せください。オンライン完結なのでスピーディーに結婚へ導きます。詳しくは概要欄をご覧ください。どうもこんにちは、プレシアの木島です。今回は30代女性の失礼すぎる言動に怒りがこみ上げてきましたっていう話をしていきます。婚活をしていると本当にいろんな人に出会いますよね。そしてその怒りが収まらないからって SNS で投稿して共感を集めている人もいれば、それをネタにして本を書いている人、ブログを書いている人、漫画にしている人など様々いらっしゃいます。ただ大切なのって、婚活で出会う人はやっぱりおかしいよねっていう薄い内容でまとめないことなんですよ。これを言っちゃうことで知らず知らずのうちに自分の価値を下げていることになるし、ますます婚活がしづらくなってしまいます。なぜなら自分もまた婚活をしている人であって、もう世間一般的に見たらですよ、そのおかしい人と自分は同じくくりにされちゃうからなんですよ。でもちろん私は知ってます。婚活をしている人の中でも真っ当な人もいればおかしい人もいるっていうこと。でも婚活をしていない人からすると、婚活をしている人と一括りにされているので、婚活中の人が婚活中に出会った人を悪く言うのは、結局婚活をしている自分の首を遠くから絞めているのと変わりありません。そんなことをしても意味ないし、むしろマイナスになってしまいます。それに婚活で出会う人って自分の合わせ鏡なんですよね。ろくなやつがいない、会う人やばい人ばかり、不愛想で2往復しか会話できなかった、ごちそうしたのにお礼を言われなかった、こんな風に愚痴を言うのって簡単だし、相手を悪く言って気持ちよくなるのも別に自由です。でもそんなことしたって現状は何も変わらないし、これからだって何も変わりません。また不愛想な人に会う羽目になるし、せっかくごちそうしたのにお礼も言ってくれない人にお金と時間を使う羽目になってしまいます。そんな人と二度と会いたくないって思うなら、愚痴を言う前にやるべきことがあるはずです。婚活では相手を変えるんじゃなくて自分を変えた方が手っ取り早く素敵な人に出会えます。ごちそうしてもお礼さえ言えないような思いやりのない女性としか会えない自分に原因があるってまず考えてみましょうよ。もちろんね、お礼を言わない女性って話にならないし、その女性を私は別にかばっているわけでもありません。でもこんな人相手にしたってもうしょうがないじゃないですか。こんな人と同じレベルになり下がらないためにも這い上がっていくしかないんですよ。だからそんな人のためにイライラしたり、婚活中の人全員を悪く思うのはやめましょうってことです。自分のレベルを上げれば相手のレベルも上がるわけで、そうすれば腹が立つような人と出会わなくなります。住む家を想像してもらうといいかもしれませんね。例えば家賃3万円で住めるアパートと家賃50万円のマンションがあるとしましょう。でここに住んでいる人たちの属性って一緒だと思いますか？きっと違いますよね。婚活中に婚活で出会った人の愚痴を言うってことは、家賃3万円の壁の薄いアパートに自分も住んでいながら、ここの住人はみんな小汚いやつばかりだ、お金も持ってなさそうだから全員が泥棒に見えるって毒を吐いていることと同じです。そして家賃50万円のマンションに住んでいる人からすれば、家賃3万のアパートに住んでいるあなたもあなた以外もみんな同じに見えちゃいます。そんな人たちと同じにされたくないんだったら、同じ環境に身を置いて愚痴ばっか吐くんじゃなくて、まずは家賃5万円のマンションに住めるように自分がレベルアップすることじゃないでしょうか。そして家賃10万円、20万、30万って上がっていくにつれて、共有スペースはきれいに整理され、ゴミ一つ落ちてない清潔な空間へと変わっていきます。ゴミステーションだってみんなきれいにちゃんと使ってるから、ゴミ業者に持って帰ってもらえなかったゴミがずっとと張り紙貼られて残ってるなんてこともないんですよ。駐輪場だって自転車が出せれないぐらいもぎゅうぎゅうに詰められていることもなく、きれいに駐輪できるスペースが余裕を持って提供されています。婚活も人生も考え方って一緒なんですよね。今の環境に不満があるんだったら愚痴じゃなくてレベルアップする。婚活で出会う相手に不満があるんだったら同じく愚痴ではなくてレベルアップするだけです。この考えを自分の中にちゃんと浸透させれば、これからの人生かなり
生きやすくなるんじゃないでしょうか。少なくともね、変えられないものに対して怒ったり苛立つことはなくなります。ここまでの話を聞いて皆さんはどう感じたでしょうか。そして多くの婚活者はどんな人に対して怒っているんでしょうか。私は会員さんの婚活を間近で見続けていますので、リアルな現場を日々見ております。その中でカウンセラーですら怒りがこみ上げてくるような言動を繰り返してくる女性がいます。そんな人、早く強制退会させてよって思ってるんですが、他社の会員さんなんでそんなこともできません。ただただ関わらないようにするだけですが、皆さんがこんな女性に出会った時びっくりしないためにも、心の準備も兼ねて少しだけ失礼すぎる女性の言動についてご紹介していきたいと思います。失礼すぎる女性の言動その1、隣のお見合いカップルをズタボロに言う。土日となるとホテルのラウンジってお見合いカップルで賑わいます。みんな自分のお見合いに集中して楽しく会話をしているのに対し、ある女性はもう周りが気になって仕方がない様子です。目の前にお見合い相手がいるにもかかわらず、あそこのカップルはお葬式のように2人とも暗い顔してて終始無言で地獄のような空間だよね、とか、隣のカップルは男性ばっか喋ってて女性の顔が引きつってる、あれじゃお断りされるでしょうね、などなど不要な考察をどんどんしていきます。周りのお見合いカップルをああだこうだと言う前に、まず自分のお見合いを成立させることに集中したらって思っちゃいますよね。人のお見合いは考察できるのに、自分のお見合いは客観的に見れてなくて、隣のお見合いカップル同様、あなたの目の前にいる男性も顔が引きつってますよとは誰も教えてくれません。自分と同じお見合いをしているカップルがいると気になるのって、まあ、わかるんですよ。でもわざわざ口に出す必要なんかありませんよね。何でもかんでも思っていることを相手に伝えるっていうのは素直ではなくて、ただのデリカシーのない人です。もう30といい大人なんだから、言ってもいいことと言わない方がいいこと、この区別ぐらいつけられるようになっていただきたいなと思います。失礼すぎる女性の言動その2、話を振られるのを待ってる。婚活は男性がリードするものだって思い込んで、男性から話を振らないと言葉を発しない女性がいます。この話を聞いて私はあるものを思い出しちゃいました。観光地に行くとね、キャラクターは変わっているものの高確率で置かれているんですが、こちらがね、あっていうとオウムみたいに同じ言葉を繰り返してくるぬいぐるみってありますよね。皆さん見たことあります？今日は楽しいねって話しかけると、今日は楽しいねって言ってきます。こちらから話しかけないとそのぬいぐるみは一言も発しません。この女性もそのぬいぐるみと同じじゃんってなんかね、ちょっと勝手に思っちゃいました。会話ってどちらか一方が頑張ったところで続かないし、楽しくないんですよね。会話はキャッチボールだよって言われてるので、こちらから投げたボールを取ってそれを投げ返してくれなきゃいけません。それなのに男性から会話を振らなければ答えない、そして会話を振っても答えて終了ってなると非常に辛いものがあります。投げたボールは一応ね取ってくれるものの、その後こちらに投げ返すことなくもう地面にねこうポトンって落としているのと一緒なわけですよ。で仕方なく男性はまたね新しいボールを取ってきて投げるんですが、女性はまたそれを取るんですが返してくれません。でそうこうしているうちにもうね男性側の持ち玉がゼロになってしまいます。でそうなるとあとは女性の足元に溜まっているボールを投げ返してくれなきゃいけないんですが、もうそんな気配すらない。この瞬間会話のキャッチボールは強制終了となってしまいます。これからの時代はもうね男とか女とか言ってる場合じゃないんですよ。女性だって婚活に苦戦する時代だし、選び放題なんかでもありません。ボールを投げ返してくれない女性より笑顔で受け取り投げ返してくれる女性の方が魅力的なのは言うまでもありません。男性の目に魅力的に映らない限り、いくら婚活を続けようがその女性は選ばれないんです。まずはその当たり前の事実に気づいてほしいです。30代にもなってこんな婚活してるとかなり危険ですので、会話を続ける努力をするっていうね、人としての常識を今すぐにでも取り戻していただきたいと思います。失
礼すぎる女性の言動その3、本当は公認会計士が良かった。お見合い中男性に向かってこう発した女性がいます。ちなみにその目の前にいる男性は公認会計士じゃなくて一般企業勤めのサラリーマンです。プロフィールを確認しているので当然彼女も彼が公認会計士じゃないことは知ってます。その上で本当は公認会計士が良かったって言ってしまうのって人としてアウトですよね。もうね、3歳ぐらいから人生やり直した方がいいように思います。っていうのは冗談なんですが、彼女は、父親がね公認会計士でそのおかげでお金に困らない生活ができていたっていうこともあって婚活では父親と同じ公認会計士に絞ってお見合いを申し込んでいたようです。ただその母数は少ないし、そもそもねそんなハイスペ男性が彼女を相手にするかっていう話にもなってきます。結局ほぼ全ての公認会計士に申し込んだんだけどお断りされて会うことすらできなかったようで、担当者にもう諭されて条件を下げて申し込みお見合いが決まったのが今まさに目の前にいる男性っていうわけです。なんか彼女の話を聞いて思ったのはね、自分の生活の安定を男性に頼りすぎじゃないのってことです。だって父親が公認会計士でお金に困らない生活ができてて、こういう生活を自分もしたいなって思ってたわけですよね。それなら公認会計士の男性を探していくより自分がとっとと公認会計士になって稼いだ方が間違いねえなって思いません？結婚しても万一ですよ、離婚するってなればもうそれで終了ですが、自分が資格取って仕事をしていれば一生その仕事で食べていける保証がされるわけですよ。何年浪人したってお父さんはきっとね応援してくれたはずですよ。裕福な実家を追い出されることなく勉強に集中できていたはずです。最高の環境があった中でその選択をしなかったわけですよね。それなのに結婚相手に公認会計士を求めるなんて都合が良すぎます。本当に公認会計士と結婚したいんだったらまずは自分のレベルを上げるところからだと思います。失礼すぎる女性の言動その4、170センチ以上が理想なんです。初デートで待ち合わせをして予約をしているお店まで歩いて移動している時のことです。彼を上から下までね舐め回すように見た後にやっぱり目線がほぼ一緒になりますよね。だから私170センチ以上の人が理想なんですよって言い放ったそうです。お互いの身長って会う前のプロフィールで確認できてますし、実際にお見合いでもね会ってるはずなのに、なぜ彼女は改めて舐め回すように見てそんなことを言ったんでしょうか。しかもデート終盤なんだったらまだねいいんですけど、これからランチをしようぜっていう時によくそんなことを言うなって思います。ちなみに女性の身長は163センチ、彼の身長は168センチで、どこにでもいるカップルの身長差なわけですよ。で目線が一緒になるなんて逆に最高じゃないですか。すごい会話しやすいと思うんですけどね。それにもし彼からうわーやっぱ目線がほぼ同じになりますよね、だから僕160センチ以下の女性が理想なんですよって言われたら、その女性ってどんな気持ちになるんでしょうね。身長差が欲しいんだったら彼の身長を高くすることも一つなんですが、自分の身長を縮めるのも一つですよね。それを相手にばかり求めてしまう思考ってやっぱりどうかと思います。身長身長言う人いるんですが、結婚後ねその身長って何の役に立つって言うんでしょうか。学生時代には150センチ台の男の子が私の周りにもね複数いたんですが、だからといって男らしくないっていうことはなかったんですよね。男性と女性ではやっぱり体の作りは違うし筋肉量も違います。だから背が低くても頼もしかったり男らしい一面って必ずあるんですよ。でそれをね背が低いから男らしくない、私が女性らしくいられないって一周してしまうのってどうなんでしょうか。そんな偏見の塊みたいな女性ほど自分のレベルを客観的に見た方がいいと言えます。失礼すぎる女性の言動その5、子供がいる人は躊躇してしまいます。お見合いの待ち合わせに10分も遅刻してきた女性、遠くから歩いてくるんですが、
全く急ぐ素振りもなくて、親方ですかっていうぐらい、もう堂々と歩きながらゆっくり男性に近づいてきました。その時点で男性側はね、うんって感じていたんですが、一応遅くなりましたとは言われたので気にせずラウンジに入ります。そしてお見合い終盤になった時、女性からバツイチとか婚約破棄されたとか、まあ、そのあたり私は全く気にしない方なんですが、ただ子供がいる人は結婚相手としてどうなのかなっていうふうに少し躊躇してしまうんですよねっていう発言が飛び出しました。男性はねバツイチ子あり、ただ元妻に親権があるため子供とは現在別居中っていう条件でした。でプロフィールにはそれね載せてるんですよ。載せてるのに彼女は悪気なく子供がいる人のデメリットを語っています。なんかおかしいなって思った男性はね、僕も子供いるんですがなんで申し込んでくれたんですかって質問すると、彼女はもう目を丸くさせて、やだ何々さん子供いるんですが、うわもったいない、私このお見合いのために1万円相談所に払ったんですよ、もっと早く教えてくれたらよかったのにって逆切れです。話を整理すると、まずお見合いを申し込んできたのは女性です。でそれを男性が受けて今日のこのお見合いが実施されることになりました。そしてお見合い料が1万円もかかる相談所に入会を決めたのは彼女自身であって誰のせいでもありません。もちろん男性のせいでもありませんよね。それなのに自分がちゃんとプロフィールを確認しないまま申し込んだことを棚に上げて、もっと早く教えてくれたらよかったのにっていう逆切れは違うよねっていうことなんですよね。怒るより謝る方が先でしょって思った皆さんは正常です。ご安心ください。客観的に見ればこれは言ったらダメでしょっていうのは簡単にわかるんですが、自分のことになるとなぜか人って一気に周りが見えなくなって暴走してしまうことが多々あります。自分のことは自分が一番よくわかってるから大丈夫よっていう人いるんですが、人ってね驚くほど自分のことをわかってないんですよ。だから婚活を知り尽くしているプロと一緒に婚活をした方が近道だって言われてます。プレシアでもね会員さん一人一人に専任の担当をつけているので、常にそこは相談できる環境を整えています。また婚活でつまずくポイントっていうのは大きく分けて7箇所あって、でここを失敗せずクリアできれば比較的簡単に結婚につながるため、プレシアでは会員さん専用の婚活マニュアルっていうものを3ヶ月かけて作り全員に配布しております。さらに自分のレベルを知ってもらうことでお見合い成立率を上げてほしいっていう気持ちから自己価値診断チェッカーも作りました。これをすることで自分は100点満点中何点なのかっていうのを知ってもらうことができて、さらには自分が希望しているお相手が何点なのかっていうのも合わせて知ることができます。ただこれはプレシア会員さんだけにしか提供してません。それでも有料でいいから使わせてよっていう声を日々いただき、これだけ需要があるんだったら非会員の方にも使ってほしいなって思ったので婚活ランク表を作りました。これを見るだけであなたが婚活の中でどのランクに属しているのか一発で分かり、あなたと同じランクの異性の条件までもが分かります。自己価値診断チェッカーの、超簡易版っていう位置づけになります。ただこれを見てもらうだけでも婚活はかなりイージーモードに突入していきますので、ぜひこの機会にお受け取りください。受け取り方法は動画下の概要欄に載せてます。で婚活ランク表の使い方動画っていうのも一緒に渡すので、これもちゃんと見てくださいね。いい武器を渡してもその使い方間違えちゃうと逆効果になってしまいます。動画を最後まで見ていただいた皆さんにはぜひ有効活用していただけると嬉しいです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。